丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も、社会の裏側について皆さんと一緒にお勉強していきたいと思います。今回のテーマは、画像で見る歌舞伎町です。前回に引き続きまして、歌舞伎町案内人の仙道さんが来てくれております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。仙道さんの話をですね、いろいろ聞いてて、やっぱ面白いんですけど、もうビジュアルでも見たいなということで、仙道さんいろいろ写真等々持ってきてくださいまして、いっぱい撮ってますからね。撮ってますよね。はい、それを見ながらいろんな歌舞伎町の深いところをチェックしていきたいんですけど、まずね、仙道さん、これで僕がちょっとこう面白いなと思ったのが、張り紙。はい。これ仙道くんのメモが書いてあるんですけど、2020年の年始めから、めちゃくちゃ歌舞伎町の中で流行ったっていう、これ謎の張り紙なんですよ。これ、ゆきえさんって言ってますけど、実はその上にですね、ちゃんと名字とかも出てるんです。はい、だからそこはさすがに端折らせていただきます。お名前があって、また一緒に暮らそう。戻ってきて。はい、っていうふうに書いてある謎の手紙の張り紙が結構貼ってあったんですか？貼ってありました。それが第1弾、第2弾、第3弾ありまして、大体文面は全て同じです。復縁を、先ほど言ったようにもらうと、なぜ歌舞伎町に貼ったのか、何なのかはちょっと私も終えてません。終えなかったの？終えなかった。貼ってるところとか見ました？いや、それも見えてないです。とにかくです。結構その時話題になったんですか？話題になってましたね。それメッセージ系の張り紙っていうのは歌舞伎町ってよくあるもんなんですか？あ、意外とありますね。前回お話した、立ちんぼスポットでですね、去年おととし、に女の子の顔の写真が貼りまくられて、あいつを探してるみたいなのがありました。ツイッターとかでも話題になったんですけど、歌舞伎町の土地が40億円で売られてたっていう、かなり広い土地なんですが、そこに大きな張り紙ってですね、そこに40億円と出てました。マンボウ不動産というふうなとか出てます。マンボウ不動産っていうと、皆さんご存知、漫画喫茶とかを経営しているあそこですね、そこの不動産事業部ってことですか？はい。場所で言うとどの辺ですか？新宿バッティングセンターの方があって、そちらの、ちょっと一本、通り挟んでもらったりですね。昔のあれ本店のそばですね。はい。お値段が40億円ということで、どれぐらいの大きさの土地だったんですか？大きなビルが建てれそうなところです。敷地の一角にですね、廃墟になったラブホテルがあります。昔からあってた。ちょっと噂によると、そのマンボウの会社は廃墟になっているところを、10億とか、それぐらいのお金で、買い取ろうとしたらしいんですけれども、して、平地にした方がいろいろ利用率がいいんで。ですけど、そこは、買い取れなかったっていう話聞いたことですね。なんか、だから、ちょっといびつな形になってるんですよね。だから、いろんな憶測が飛んでたりとかする。はい。憶測の一つとしてはですね、その場所にですね、インバウンドが盛り上がってる時期に、ロボットレストランの、系列店ができるんじゃないかみたいな、なんか噂ありましたもんね。ただ僕がびっくりしたのは、40億円っていう張り紙出てたのに、しばらくしたら35億円だったかな、なんかなってて、5億も値下げすんのと思って、そこに驚きましたね。歌舞伎町の住人って呼ばれる人たちいるじゃないですか。実際住んでる人っていうのは根を張って仕事してやってらっしゃる方、その中にもう外国人の方ってすごい多いじゃないですか。で、ちょっと聞きたいのは、黒人の客引きの方たち多いじゃないですか。多いですね。あの辺の人たちどっから来てるんですか？ナイジェリアとかが多いですね。ですよね。僕も何度か話したことあるんですけど、やっぱ多いですよね。そういう人たちに向けて、ナイジェリア料理の弁当を販売している車で、そういうキッチンカーみたいなのがあるんですよね。はい。黒人の人たち夜、9時とか10時ぐらいからいっぱい出てきます。で、その時間に合わせてワゴン車が2台来ます。ワゴンの後ろにですね、土地の料理、ちょっと辛めのカレーだとか、なんかチキンライスだけどめちゃくちゃ辛いみたいなとか、で、売ってます。で、値段は1000円ぐらいですね。やっていくと、黒人の人たちが、こう固まってるんで、ちょっと怖そうに思えるんですけど、普通に日本人でも声かけたら入ってくれますし、味はどうでした？美味しいですよ。独特のスパイスが入ってますね。キッチンカーだけじゃなくて、一人女性のおばちゃんが、キャリーバッグを持ってて、そこに詰めてその人を見ます。日本人の方ですか？日本人の方？外人の方。外人の方。それも黒人のおばちゃん。異国情緒を味わえるんで、ぜひともという感じですけどね。僕も夜行ったことがあるんですけど、非常に、どこの国だここはと思います。それも面白いと思います。はい。
他にも、はい、あの千斗くんこのコロナ禍でも許される範囲で、うん、あの歌舞伎町回ってるじゃないですか、はい、千斗くんがツイッターで発信してる情報の中で、うん、もう出てたんですけど気になってたのが、はい、ネットカフェの動きですね、はい、ある時期あのネットカフェがすごい大量にこう食べ物を出した時期ありましたね、はい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 、で採算は取れているのかなっていうので、はい、なんか千斗くんが各ネットカフェを比較してて、はい、あれ実際どうだったんですか回ってみて。コロナ禍で、そういう販売をし始めたところはカスタマカフェっていうグループとあのマンボウのグループです。カレーでしたっけ牛丼でしたっけなんかカレーを、カスタマカフェやりまして、うん、後発の方は牛丼とカレーをやり始めました、うん、安いんですよあれ確か100円とかでしたよね、はい、100円で牛丼みたいなので、はい、あのその横にあの牛丼屋があって、はい、そっちより安いっていうなんかやつをなんか瀬戸君がツイッター上げて、うんはい、あれ割とそこそこバズったと思うんですけど、はい、専門店より安くそういうの出し始めてるっていうのは、はい、歌舞伎町ならではな感じがすごいちょっとしたんですけど、ネットカフェ同士の意地の張り合いみたいなところがあって、うん、マンボウの中の人間に聞くと、うん、もうこんなんもうぶっちゃけもう採算取れてないだと、うん、でもこう兄弟喧嘩みたいなもんやみたいなことは言ってましたね。ご飯あのカレーとかなくなって海苔弁とか配ってましたよね。はい、で弁当のちょっと質とかも下がっていったりして、うんでしたけどやってましたね。だからその弁当までチェックしてましたよね。はい、街のその客引きとかも、うん、そこ使って食べたりだとかしてました。先ほど言った黒人の方とかが、ふらっと入ってきてで弁当だけ食って出ていくだとかありましたね。まあ採算取れなくなったんでしょうね、マンボウの方が、やめてしまいまして、うん、一区切りしたって感じですかね。あのコロナ禍でいろんな商売がこう傾いていったりとかする中、うんはい、なんかこうずっと定点観測みたくマスクの販売を売ってましたよね、はい、どうでしたそのマスク販売に関しては歌舞伎町の中で。なかなかあのお客が来なくなった飲食店たちがですね、うん、輸入の中華マスクを売り始めました、うんそうですね、50枚5000円とかそのまで売ってましたよ。中華マスクの販売の写真なんかもね、はい、ありましたけど徐々にこういろんなものを売り始めていく写真とか上げてたじゃないですか、はい、あとお店のトイレットペーパー、はい、とあのマスクとかお店がなんか路上に出して売ってましたよね、はいはい、あれってあれも飲食店だったんですか。飲食店ですね。うんまあその時期本当に歌舞伎町はもうガラガラでしたし、うん、お店の人も必死だったんでしょうね、うん、でまあ実際そういう需要はありましたから気持ちは理解できるんですよね、はい、俺の千斗くんのその上げてた写真の中でとどめのように驚いたのが、はい、最後はあのホームレスの方がマスク販売してて、はいはい、それをこう、はい、千斗くん写真で上げてたんですけど、はい、あれどういうこと。歌舞伎町の中の西武新宿駅のそばにですね、ホームレスの人たちがよく溜まっております。でそこの中で見つけた風景でした。声をかけてみました。彼らはあのどうやって入手しているか、ちょっとそういう NPO だとかですね、キリスト教系の人たちがこう物資を配っているところに行けば、うん、そういうものをもらえると。でそれをいっぱいもらってきてここで販売しておるんだみたいなことを言ってましたね。で、うん、ダンボールの、にね手作りマスクですね、うん、もらってきたやつを販売して、はい、もう一瞬見た時、うん、自分で本当に手作りしてるのかなと思ったんですけど、そういう意味じゃなかったです。そういう感じの写真の雰囲気がなんかそんな感じだから、はい、ハンドメイドのマスクってそんな感じがまあたくましいといえばたくましいですけどね。なんか見るとこれ売れてるんですか。結構売れてるようには見えなかったですね。私はちょっと買ってみましたけども。あ、はい、買ったんですか。はい、いくらでした。100円でした。100円1個100円、はい、1個100円で洗えるマスクが2枚500円だったんですね。あ、そう書いてますね。書いてますね、はい、はい、立ちんぼの人たちがあのよく腰掛けてるアドレールみたいな、はい、あれが撤去されたって写真があったんですけど、はい、それはどうなんですか。私はそこを見に行ったらあのガードレールがバッと取られてて、うんうん、あ、これは役所がですね、あの立ちんぼに対してプレッシャーをかけたんじゃないと思います、うん、そういうちょっとコロナの時期なのに彼らが立ってるんで、人が集まるんでその抜けちゃったと思ったんです。竹内子の亡霊でそれ全部撤去したんじゃないかと思ったってことですね。思ったんです。実際そうなんですか。もう気になってですね、次の日を見に行ったら、うん、新しいガードレールをつけてたんで、あの単なる付け替え、まあ、付け替えでした。 でもその時はざわついたんですよ、この会話は。はい、ざわつきました。撮られた夜はですね、うん、女の子一人しか立ってないかったですし、うん、私は声かけたら、ただ足ちょっと疲れるって普通に言ってましたからね。それって大事なんですか。ガードレールで寄りかかってられるっていうのは長時間経つので、はいはいはい、で、まあちょっとあった方がね、うん、いいですよね。そういう連絡って入るんですか、やっぱ生徒君に。ガードレールないよっていう。私のようにアウトプットしてる人は少ないですけど、年から年中見回ってる人は、うん、あの仲間でいっぱいいるんで情報共有はあります、はい、じゃあ仙道くんみたいな人だって結構行ったりする。そうですね。仙道、ねはい、さんね、あの歌舞伎町
こうずっと見てるわけじゃないですか、はい、何年も、はい、本当景気の悪い話ばっかりですよ、うん、どこが閉まった、うん、あそこが閉まったとか、うん、移転したとか、うん、なんかこう明るくなる話題とかありますか？コロナの最初に、叩かれたのはあの夜の街の人だったんです、うん、ホストクラブの人たち。夏以降ですね、盛り上がってますね。前半で詰められたからどうやって商売しようと模索したんです、うん、そこで夏から流行ったのが歌舞伎町の奥の方にですねバーをねどん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 建て出したんですよ、うん、でそのでそれをアフターに使うためにからどんどんオープンしていきますし、歌舞伎町を見渡した時どの飲食業も厳しいって言われてるんですけども、ちょっと合言葉のように最終的にはもうホストしか勝たんって言われてましたからね。それぐらいやっぱ強いと思います。で、あの緊急事態宣言の時もまあなってますけれども、うん、その初日にですね、区役所通りにホストクラブ1軒オープンしてちゃんと花並んでましたからね、すごいなと思いますね。まあ賛否はあるでしょうけれども、業種業態、そのやり方、追い詰められた時期にこそ だからこそこうなんていうんだろう、景気よくやっていこうって、その心意気はね、やっぱすごい、うん、あのものがありますね、はい。ホストしか勝たんってすごくないですか？はい、なんか勝たんみたいな、その若い子その言葉と組み合わせて、ね。町の観察者としては、うん、強気頑張ってる人っていうのは応援したい。応援したいですね、はい。はい。その大きな流れの事象がもう私大好きなんで。今回ね、画像とともに仙人君と、の見た歌舞伎町を紹介してますが、仙人君と一緒に歌舞伎町を歩きたいなという人は仙人君のツイッターの方を見ていただけると、まあ、案内等が出ておりますんで申し込みよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。